さあということでございまして、中北亮選手のファンの皆さん、お待たせしました。一着が一本取れました。中北亮選手、よろしくお願いします。お願いします。ものすごいいいレースでしたね。いや、そうでもなかったです。そうでもないですか。はい、結構バックでもぐーっとこう伸びていった感じで。いやいやいや、進んでないですね、全く。足的には劣勢なんですか。そうですね、ちょっと怪しい、ね、怪しい感じで、はい、いやいや、それでも6万何歩つきました。あ、もう、ああいうのはオッズはやっぱり見張るんですか。私何歩ついてるんだろう、ちらっと見ますね。行く前も見るもんなんですか。行く前、はい、まあ見えますね、目に入ります。なんか見桁いっぱいついとんで思いながら。そうですね、ついてない時の方がやる気が出ます。あー、なるほどね。私を買ってくれたファンの人のために頑張ろうですね。あ、まあ、はい、そういうことですね、はい、なるほどなるほど。ごく一部の人でも、はい、まあまあ言うてもまだね、明日以降もありますけど、足的にはどの部分が納得いて、どの部分が納得いってない。そうですね、昨日まで全く乗れなくて、乗れない、進まない、押さないみたいな、はいはい、今日あの先輩のおかげで少し、うん、あの乗れるようにちょっとだけなりまして、それはとても良かったと思います。なるほどなるほど、はい、ただちょっと進んでないのが、はい、やっぱり悪いみたいな感じですね。まあ、まだありますんでね、はいはい、皆さん喜んでもらうレースを、はい、まあ、言うてももう元ねスポーツマンでございまして、スノボやってました。スノボでね、はい、ハーフパイプ。あ、そうです、はい、ハーフパイプ。あれはあれでまた怖い競技ですよ、僕ら見とっても。まあ、そうですね、空中ピュンピュン飛ぶわけでしょ、はい、怖いですね、ね、はい、怖いですね。水上とどっちが怖いです、怖さで言うと。どっちもどっちですかね。でももうなんてですかね、うん、スノーボードはもうやるしかないっていうか、あのなんていうんですかね、躊躇したら怪我するというか、躊躇したら、まあ、死ぬは簡単には人は死なないと思ってるんですけど、まあ、躊躇したら、はい、大怪我するんで、もうやると決めたらやれみたいな。またほんでボートは1人じゃなくこう、ね、6人でするという、ね、はい、人なので、ね、ちょっとまた違いますね。なるほどなるほど、はい、その日の緊張感もね、もう両方兼ね備えていることでね、はい、よろしく。さあ、それでですね、ちょっとファンの皆さんにね、ちょっといろいろ、はい、中北さんがどんな人かいのね、ちょっといろいろね聞きたいね、質問がこの中入っておりますんで、ちょっとよかったら、はい、はい、よいしょ、じゃじゃーんと。何をしてる時が一番幸せですかと。はい、うん、私これしてる時はもうたまらんわみたいな、とですね、はい、仕事がない日とかに出かけることがもう幸せですね。あ、もうあんまり家におるタイプじゃないんですか。いないです、全く。もう休みの日でも朝パーンと起きて、はい、まあ、インドアではないですね、はい、アウトドアですね。外というのはどういうこと。まあ、旅行も好きですし、はい、まあ、仕事前だったら全泊を、うん、まあ、同期の家とかでして、はい、同期の家のなんていうんですか、やっぱ地方で美味しいご飯食べたり、うん、まあ、紅白もそうだったり、はい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 、はい、出かけることが多いですね。なるほどね、はい、この前も大阪でイベントの時ね。あ、はい、あれ もうあのノリでっていうか、関のあやちゃんの家泊まったんですよね。そうです、大阪行くわって言って。いや、僕ね、中北選手がママママって呼んでる人がおるんで、あ、お母さんと一緒に来てんねん思ったら、関の選手のお母さんなんですね。そうです、そうです、もう家族ぐるみで。そうですね、あやちゃんがいなくても、はいはい、ママの LINE は知ってるんで。そうなんですね。ママとランチ行ったりみたいな。はいはいはい、あやちゃんは友達と出かけててとか、もう全く別で関係なしに。すごい関係ですね、ママ、はい、ママと。いやいや、本当に実のお母さんか思って、ね、あ、なんかもう、すごいこう可愛がってもらえるので。なるほどなるほど。いや、まあ、それはもうキャラですよ。それはもう人徳でございますよ。 ありがたいですね、はい、まあ、そうやってね、いろんな人に愛されて、これからもね、どんどんビッグなレーサーになっていただきたいと思いますんで、はい、最後ですね、カメラに向かって一言ファンの皆さんにお願いできますでしょうか。はい、今節ちょっと苦しいレースが続いてるんですけど、今の一走を機に、立て直して最終日まで頑張りたいと思います。鼻詰まってますけど。興奮症。やばいです。もう僕もやばいんですよ。ずっともすごくて、ね、なんとか乗り切っていきましょう。はい、はい、というわけでございまして、一勝取りました。中北亮選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ポーズお願いします。イエーイ。